どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。2019年ですね、明けましておめでとうございます。いやー、今年もねよろしくお願いしまーす。ちょっとムカつかないでください。去年はね、僕その雪のとこで撮影をしたんですよ、1月1日ね。でもね、今年はもうねしません、あんなこと。あれね、ほんと帰る時が本当に虚しかった。一人で帰る時、あれは本当に辛かったよ。思い出したくないね。早速やっていきましょう。今日やるゲームはサプライズ5分前。サプライズしていきましょう。よし、今日は�彼女と付き合って1周年。あ、俺さん、どうも。俺さんどうもってなんだ、自分にどうもってなんだ。俺は今日こそこの指輪を彼女に渡すんだ。お、プロポーズするんだ。1周年で割と早めだよね。あ、恋人、名前書いてあげて。お待たせしました。ごめんなさい、待ちましたか。え、めっちゃ敬語。1周年でめっちゃ敬語なんだけど、こんなもんか。いや、全然待ってないよ。緊張しすぎて朝の5時から待っていたっていうのは黙っておこう。これ何時集合なの。昼に見えるけどね、なんか。あ、でも夜か、夜ご飯か。プロポーズだったらさすがに。今日有名なレストランに行くんですよね。そんなに無理しなくていいですよ。めっちゃ敬語だな、本当に。どこに行っても俺さんといるだけで楽しいですから。なら地獄に一緒に行こうか。いや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 、全然無理してないよ。本当は給料の3ヶ月分パーになったけど全然無理してないよ。いや、無理してんじゃねえか。めっちゃ3ヶ月分の給料をパーになるレベルのレストランって何？やべえだろそれ。ね、やばくない？給料が安いのか、それとも本当にやばいレストランなのか、僕にはわからない世界だ。そうですか、それならいいですけど。それじゃあもう予約の時間も近いし、レストランに行こうか。はい。なるほど。おー、おしゃれ。わー、素敵なレストランですね。喜んでくれてるみたいだ、よかった。俺は今日のために前日からサプライズを考えていたんだ。あ、自分で選べる感じなの、サプライズ。え、面白いな。グラスの中に指輪。あー、ベタだね。フラッシュモブ、過去急に踊り出すよ。なんだそれ。ビルの電光掲示板で愛の告白。いや、恥ずかしい。された方恥ずかしいけど、じゃあマジでグラスの中に指輪から行ってみるか。前日にここのオーナーと打ち合わせをして、グラスの中に指輪を入れるようお願いしたのだ。グラスの中に指輪を見つけた彼女は、俺の洒落た演出にキュンキュン来るに違いないのだ。なるほど。あのね、実は今日俺くんに大事な話があります。え？え？何？私、好きな人ができました。は？え？ちょ、マジ？ごめんなさい。ええー、めちゃくちゃ気まずいじゃんこれ。あんまり俺くんが張り切ってたから言い出しにくくって。そんな、バナナ？やばいやばいやばい。店員が持ってきた指輪を。お客様、シャンパンでございます。どうすんの。タイミング悪すぎんご。んごやめろ。何これ。店員を持参した凍ったバナナで殴る。どんな状況。朝5時から凍ったバナナ持参してたのこいつ。指輪を彼女に渡す。ちょっとバナナで殴ってみるか。だって好きな人ができたって、ちょっとタイミングが悪いな。さすがにここで彼女に渡しても無駄だ。な、殴ろうバナナで。ちょ、お客様、うわー、まあ、そりゃそうなるわ。大事件だぞこれ。ちょっと俺くん、店員さんの頭がかじられてますよ。え、怖っ。え、あ、これ君には店員さんの頭に見えるのかい。これはスイカだよ。やべ、マジサイコパスだ。これが原因でもう絶交とか。いや、捕まるな俺くん。え、好きな人ができたのか。じゃあ俺どうしようもないよな。そうなんですか。なんでこんなオルゴール流せられるの。今目の前でさ、店員の頭が割れてるんでしょこれ。想像しただけで本当に怖い状況なんだけど。だって君はその人のことが本気で好きなんだろ。じゃあ俺には勝ち目なんてないよ。その程度だったんですね。え、私のことさよなら俺さん。え、エンド1、君は好きな人に好きな人ができたらあっさりと諦めるのですね。いや、でもおかしいだろ。てかそれをでも彼女側が言うのはおかしくない？ちょっと待って、あ、彼女側からさ、その程度だったんですねってひどくない？ちょっと、エンド1だ。
あ、こっからなんだ。すげえ、めっちゃ便利。やばい、ゲームに対して便利とか言っちゃった。じゃあこれ何？このまま上げちゃえばいいの？でも好きな人ができましたって何？これ実は俺くんのこと？逆に今まで好きじゃなかったの？それはそれで辛いぞ。じゃあ彼女に渡してみるか。え、これ指輪？そうなんですよ、実は。ああ、実は今日サプライズで君にプロポーズしようと思ってて。少し迷ったりはしたけど、やっぱり俺には君しかいないと思ってる。迷った挙句、店員の頭かち割ってます。君のことが好きだ。結婚してほしい。どうだ？え？私知ってますよ。何が？俺くんが前回私が好きになった人がいるって言ったら、え？あっさり諦める選択肢を選んだこと、え？バレてる。選択肢？何のことだ？何のことでしょう。待って、こういう系かよ。ドキドキリテラチャークラブを思い出したわ。それにしても諦めが早すぎます。え、都合よくハッピーエンドに行けると思わないでよね、恋人。怖っ。私が好きな人は君です。エンド3だ。エンド2飛ばした。え、私が好きな人は君ですって何？これあれかな？わかった。ちょっと待って、これ、最初っから、ちょっと一旦更新していい？ゲームを。ゲーム更新して、最初っからこれ渡してればエンド2に行けたんじゃない？もしかしたら。ちょっとエンド2も順番に回収してみ、行ってみるか。怖いな、そのパターン。このゲーム内のやつから語りかけられるやつ、本当に怖いんだけど、ゾクッとするわ。グラスの中に指輪で、でも好きな人は俺ですって言ってたね。なんでここで急にそんなこと言うの？でもこのまま渡す。よし、こうでしょ。一緒一緒。あ、やった。ふふ、実は好きな人がいるっていうのは嘘だよ。なんだその嘘。ごめんね、変な嘘ついちゃって。でも可愛いけど、俺くんが本当に私のこと本気なのか気になっちゃって。そうなんだ。じゃあ改めて、その結婚してください。こちらこそよろしくお願いします。やったー、サプライズ成功ですね。カッコ1、カッコ1とか書かないで。ちょっとなんか急に冷めたんだけど。なるほど。じゃあ次フラッシュモブいきますか。店を貸し切りにして客人と見せかけたここにいる全員仕掛け人として協力してもらってるのだ。うわー、そりゃ給料3ヶ月分かかるわ。そういうことか。俺の洒落た演出に彼女は失神するに違いないのだ。まあ実際失神されたら困るんですけどね、本当に。はい、あのね、実は今日俺くんに大事な話があります。あ、今回も言われるんだ。え、何？え？まだ変な嘘つかれてるよ。私明日死ぬんです。え？ずっと不治の病を負っていまして、もう余命一日なんです。いや、よく OK したな。よく泣いたな。演技派。よく OK したな、このレストラン来るの。ごめんなさい。あんまり俺くんが張り切っていたから、言い出しにくくって。でもさ、泣かれたらマジプロポーズなんてしないよな、普通。そんな空気じゃなくなるじゃん。すると、周りの仕掛け人が空気を読まずに、愉快な音楽と共に踊り出した。最悪な状況。一番最悪なララランド。ララランド。オーディオを持参した凍ったバナナでぶち壊す。まあぶち壊してみる。ぶち壊しとくか。ちょ、お客様何してるんですか。この展開何？これ不穏な音楽が流れ始めてたから切っておいてよ。え、明日死んじゃうのか。はい、俺ザオラルが使えるよ。旅に出るよ。いや、もうなんか言い出したよ。ザオラルって何？絶対ドラクエかなんかの技でしょ。ザラキ。何これ？私が死ぬ時は君も一緒ですよ。え、怖いんだけど、ちょっとメンヘラみたいな、病んでるみたいな。これどうせまたさ、やったところでさ、別のエンド行っちゃうんでしょ？またもう一回一からやり直さなきゃ多分ダメでしょ。まあでも一応全エンド回収ということを目標に頑張りましょう。仕掛けに空気読んでくれ、マジで。渡してみる。え？急に踊り出すおじさんたち。
海外じゃねえか。おい、ぼやけててもわかる海外道、パリピすぎるだろこれ。まだ踊ってますって。 BGM フリー素材っぽいな。これ何持ってんだこれ、これ何これ。なんか伸びてるけど。もうすぐ終わります、早く終わってください。サンタなんだね一応。そりゃそうなるわ。俺と結婚してください。私知ってますよ。ああ一緒だね。あ、待って、ゾーラルが使えるようになったなんて言ってたけど飛ばしちゃった。みんながみんなドラクエは知ってると思わないでくださいね。ほんとだよ、俺は正直知らんかったからな、その呪文。ドラクエってあっちだけど、なぜか都合よくハッピーエンドに行けると思わないでください。ネタがなくなったからってパロディネタに走るのはクソダコがすることですよ。自虐やめてくれ。クソダコじゃねえかこの作者さん、自分で言っちゃったよ。じゃあちょっと更新しまして、え、このゲームちょっと面白いんだけど、いいね、なんかちょっとなんかいつものゲームと一味二味、いや46味違うな。うん、さてこれで踊り出してもらおう。でもあれまた踊んの見なきゃいけないじゃん、ずっと。しかもあれ成功するか、俺失敗すると思うんだけど。普通に失敗したらどうしよう。おじさんたちってまだ踊ってます。分かった、もう早く早く踊り終わって、もう、はい、もうそろそろ終わって、よし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 、これで俺と結婚してください。あ、泣いてる。いいんですか、私明日になったら死んじゃうんですよ。俺はそれでも君が好きだから、君が生きているその日まで俺はずっとそばにいるよ。だから明日だって。すみません。いやひどいよこの嘘、ありえないよ本当に。実は明日死ぬっていうのは嘘なんです。こいつの嘘やばいぞマジで。ごめんなさいこんな不謹慎な嘘ついちゃって。いやほんとけど、俺くんが本当に私のこと本気なのか気になっちゃって。そっか、よかったー。俺くん絶対バカでしょ。でも二度とこんな嘘つくなよ。そうだよ、はい、ごめんなさい。改めて言うけど、俺と結婚してください。こちらこそ、よろしくお願いします。おー、サプライズ成功。さあ、次はどんな嘘をつかれるのか。ビルの電光掲示板で愛の告白。ここのお店から見えるビルの電光掲示板で、愛の告白をするのだ。おい、急にどうした？急に、するのだ。なにこの感じ。どうしたの？電光掲示板を見た彼女は、俺の洒落た演出に感動のあまり涙するに違いないのだ。多分恥ずかしさのあまり涙するだろうな。あのね、実は今日俺くんに大事な話があります。これどんな嘘つかれるんだ。私10億借金あるんですって。もうこれ嘘わかるじゃん。ねえ、ないじゃん10億借金できる人って。すごい人だからね。マジ100万200万の借金はまあまあ、あの普通に多分借金なんだろうけど、10億の借金ってできないから普通。先日両親が亡くなって膨大な借金があることが分かったんです。ああ親からのね。そうなんだ。え、10億。ごめんなさい、あんまり俺くんが張り切ってたから言いなしにくって。そんな、うゲロ吐きそう。すると目の前の電光掲示板のビルが点灯しだした。タイミング悪すぎんことだな。実は俺も100億借金あるんだって。嘘じゃんそれもう。まあ、一回嘘つくか。実は俺も100億借金あるんだ。最悪じゃねえか。え、本当なの？ああ、実は俺パチカスなんだ。すりまくっちゃっててさ。本当のクズじゃねえか。100億ぐらい借金しちゃった。ペヘペロ。まあこんな借金どうにもならないよな。じゃ一緒に逃げましょう。どういうことこの展開。どこまでも遠くへ。だからオルゴール流していい感じしないで。え、あ、俺パスポート持ってないから。いや、そういう話じゃねえ。海外とかそういうの無理だと思う。偽造しましょう。こいつら、こいつらバカップルなのか本当の。あ、俺飛行機乗れないんだった。泳ぎましょう。とんでもねえな。私から逃げるという選択肢はありません。怖すぎ。じゃあまあもう一回これで、知ってる状態でちょっとやるか。
100億の借金って。パチンコで100億の借金できないだろう。よし。さあさあさあ。え？ビルに文字が。おい、もっとあっただろう。もっとあっただろう。フォントにこだわれ。背景にこだわれ。なんだ愛してるって。漢字で書け、せめて。愛してる、みたいな。愛してる、片言やめろ。俺と結婚してください。私知ってますよ。え、何が？俺くんが前回100億円の借金があるって言ったことです。え？嘘ですよね。借金があるって聞いて私と結婚したくなくなったんですよね。都合よくハッピーエンドに行けると思わないでくださいね。ジャンプ宝くじが当たったらアニメ会社作るんだ。もう作者さん適当なこと書き出した。もうね、遊び始めたこれ完全に。よし、じゃあ最後のエンディングを見ましょう皆さん。あ、なんか戻っちゃったぞ。よし、俺は借金なんかで揺らがないぞ。愛の告白をしよう。愛してるって、愛してるって書こう。どこに結婚しようじゃないんだってか。まあほぼ一緒か。ほぼ一緒ではないか。指輪彼女に渡す。え、ビルに文字か。愛してる。ひで。あそこ電光掲示板なのか、本当に本来は。あれどこなんだろう。俺と結婚してください。でも私、借金10億もあるんですよ。俺が競馬か、宝くじで全額返済してやる。いや、当たらないし。お前絶対増えるだけだからそれ。仕事で返済してやれ。無理か、10億さすがに。無理だな。すみません。実は、10億も借金があるっていうのは嘘なんです。ごめんなさい、こんなバカな嘘ついちゃって。けど、俺くんが本当に私のこと、本気なのか気になっちゃって。そっか、よかったー。茶室にならなくて済んだー。本当にごめんなさい。もう二度とこんな嘘つくなよな。俺の心臓止まるかと思ったぞ。改めて言うけど、俺と結婚してください。こちらこそ、よろしくお願いします。おー、これは心温まる。え、もうなんか全部やっちゃったよ、これ。ここがない、あれなのかな、普通に画面なのかな。そうっぽいね。もう普通に成功してる状態で成功させたらどうなんだ、これ。なんでここに戻っちゃうんだろうね。まあでも完全に制覇したから終わりだよね、多分。エンドの後に絶対ここに行くようになってんのかね。これ2連続。ちょっともう愛してる見ると笑っちゃうからやめて、ほんとに。愛してる見ると。これ多分もう普通に、そうだね、普通に一緒だね。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。いやーちょっとね、このゲーム面白かった、ほんとに。いいね、こういうほっこり。みんなが幸せになれるゲーム。すごいいいなって思いました。だからちょっと最初怖いゲームかと思ったんだけどね、この感じ。ということで皆さん、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ、高評価を出してね。僕が皆さんにサプライズをまたするときまで、このゲームを忘れないでください。ということで、ポッキーでした。じゃあ、バイバイ。